ウクライナンのメディアや、アメリカのウォールストリートジャーナルやデイリーメールなどが、ウクライナ軍当局者が現在ロシア軍の占領下にある南部ヘルソン州のアゾフ海沿岸にある、港湾都市ヘニチェスク近郊の村にロシア軍が設けていた大規模な武器庫を破壊した発表したとして6月18日に報じたよ。ヘニチェスクはヘルソン州のアゾフ海と黒海間のヘニチェスク海峡に面する港湾都市で、ヘニチェスク地区の中心都市であり、昨年11月にロシア軍がそれまで占領していたヘルソン州の州都ヘルソン市を放棄してドニプロ川東岸に撤退した後、ロシアはこのヘニチェスク市を一方的に併合宣言したヘルソン州の臨時州都としているぜ。ただでさえ弾薬も不足している状況で、武器庫の破壊は停滞だろうね。まあウクライナ側もそれを分かってやっているんだろうけど。さて今回はそんなウクライナ軍がヘルソン州でロシア軍の武器庫を破壊した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、これらの報道によると、この大規模武器庫はヘニチェスクから20キロほど離れた村にあり、大規模とされている以外にどのような兵器や弾薬がどれほど格納されていたかの詳細は不明だけど、SNS などに掲載された爆破に関連した映像では、この日の早朝に村全体を揺るがすような爆発音とともに、巨大な閃光と煙が上がる様子が撮影されているほか、中には映像には火を吹きながらミサイルと思われるものが上空を飛来する様子も映し出されているものもあるというよ。ウクライナ空軍のミコラ・オレシチュク司令官は、クリミア半島の北側に隣接するヘニチェスク市近郊の村のロシア軍武器庫を空襲によって破壊したと明らかにしたほか、ウクライナ軍オデッサ行政区のセルヒー・ブラチク報道官もウクライナ空軍による航空機からの空中攻撃であることを認めたんだ。ウクライナ空軍では2023年5月にイギリスから空中発射型の長距離巡航ミサイルストームシャドウの提供を受けて以降、ロシア軍占領地域の奥深くにある武器庫など軍事施設への攻撃を強めているからな。このストームシャドウは空中発射型の巡航ミサイルで、爆撃機攻撃機戦闘機などに搭載されて発射され、その射程距離は 250km 以上とも言われているよ。フランスとイギリスによって共同開発され、1996年にフランスのマトラ・デファンスとイギリスの、ブリティッシュエアロスペース DI のミサイル関係部門が合併した新会社マトラ DI ダイナミクスが発足したことに端を発し、2001年にフランスの EADS 傘下であるアエロスパシアルミサイルと、アレニア・マルコーニシステムズのミサイル部門が合併して誕生した MBDA 社が製造を担当しているんだ。2000年以降フランス、イギリス、イタリアで導入されており、ストームシャドウという呼称はイギリスのもので、フランスでは SCALPEG との呼称で呼ばれているね。ちなみに、フランスの SCALPEG には独 N ミサイル D クロイズアイリネイバル海軍巡航ミサイルと呼ばれる、水上艦発射型と潜水艦発射型のものが開発されており、これらは丸い魚雷発射艦から発射できるように胴体の形状が四角形から円筒形に変更されている。他ロケットブースターが追加され、主翼の格納方式やエンジンなども変更されているぜ。ストームシャドウ本体は全長 5.1 メートル直径 0.48 メートル重量 1230kg の大きさで、胴体は四角形の断面となっており、航空機から発射された後に本体に収納されていた主翼を展開し、ターボジェットエンジンによって 1000km 毎時 M0.8 の最高速度を発揮して 250km 以上の距離を巡航するんだ。その誘導方式としては中間誘導に INS GPS TERPROM などを利用して地形に沿った飛行も可能とされ、終端誘導は赤外線画像シーカーによって行われるんだって。そして、弾頭には貫通力に優れているとされる二重弾頭のタンデムハート弾頭が搭載され、この弾頭は目標に命中した際、最初の爆発で穴を開けそこに2発目の弾頭がその中を貫き深部で爆発する仕組みになっているぜ。ウクライナ軍ではストームシャドウが供与されるまでは、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、M31 と呼ばれる射程 90km 先の GPS 誘導ロケット弾や、
同じくアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO各国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能で、射程 40kg とされる GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどによって、ロシア軍の後方にある弾薬庫や燃料庫などの兵站集積ポイントや司令部兵舎などの施設及び、供用などの補給路に対して精密攻撃を実施して、最前線のロシア軍部隊への補給を遮断することで弱体化させてきたよね。それら長射程 GPS 誘導弾による後方兵站施設などへの攻撃に悩まされたロシア軍では、これまで最前線近くに設置していた兵站集積ポイントを M31 の射程外となる 100km 以上後方に下げるようにしたため、ウクライナ軍では以前のように最前線のロシア軍部隊を弱体化させることが難しくなったとされていたんだ。そのためウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのバイデン大統領に対して、M31 と同様にハイマースや M270 から発射可能な最大射程 300km の巡航ミサイルである、MGM140A タクムスの供与を求めてきたんだけど、バイデン政権はこの A タクムスがロシア国内への攻撃に使われる可能性があることから、侵略戦争のエスカレーションとロシアによる報復としての核攻撃を懸念して、その提供を渋って応じようとしていなかったんだ。その後 M31 でロシア軍の後方の兵站や補給路を攻撃できなくなったことが原因となり、戦線が膠着状態となったと見られることを危惧したアメリカは、ウクライナ軍に対して M31 と同じく、ハイマースや M270 などマースから発射可能で射程 150km とされる GLSDB 地上発射型小直径爆弾を供与することを今年の2月3日に決定したってわけだな。この GLSDB はグラウンドローンチとスモールダイアメターボムの略で、日本語では地上発射型小直径爆弾となるんだけど、航空機から落下させる爆弾ではなく、ロケット推進によって飛翔するロケット弾なんだよね。それにもかかわらず爆弾と呼ばれているのは、弾頭に GBU-39SDB 小直径爆弾と呼ばれる航空機用の GPS 誘導滑空爆弾を使用しているためってわけ。GBU-39SDB は重量約 128kg、 全長 1.8m、 幅 190mm で、アメリカのボーイング社によって開発され、航空機から発射された後は本体に折りたたまれて収納されている翼を展開して滑空し、GPS を利用する管制航法システム INS によって精密誘導され、150km 先の目標に3メートル以内の精度で着弾するんだ。また、速度の遅い滑空弾ではあるものの、その弾頭は厚さ1の鉄筋コンクリートを貫通するほどの威力があるとされているため、M31 に代わって後方に下げられたロシア軍の兵站補給施設などの攻撃に有効であるとして期待されているな。しかしながら製造が開始されたばかりのためにアメリカ軍が保有する在庫が少なく、ウクライナへ提供されるのは2023年の秋以降とされ、さらに現在ウクライナが供与されているハイマースや M270 から発射するためには多少の改修が必要であるとも言われていることから、現在遂行されている反転攻勢作戦には間に合わず、イギリスがストームシャドウを急遽提供することになったのではないかと見られているぜ。このストームシャドウによると見られるロシア軍の軍関連施設への攻撃は、これまでウクライナ軍が M31 で攻撃できなかった、アゾフ海沿岸にあるマリウポリやペルジャンシクといった港湾都市周辺でも強化されていたんだけど、今回初めてヘルソン州の南端にあって、クリミア半島につながる幹線道路にあるヘニチェスクが攻撃されたことで、ウクライナ軍がヘルソン州のドニプロ川東岸への侵攻をほのめかしているとの見方が出ているよ。ドニプロ川渡河作戦については、ヘルソン市の上流にあるカホフカ水力発電所ダムが破壊されて下流域が大洪水となったことで実施不可能とされていたが、ヘルソン市近くに架けられていた浮き橋などが無事で、さらにここに来て水が引いたことで再び持ち上げられており、ウクライナ軍がノバカホフカでドニプロ川を溶かして東岸に橋頭保を築こうとしているとの情報もあり、西側メディアや軍事専門家などの注目を集めているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
現在、ロシア軍によって国土を占領されているウクライナ軍が反転攻勢に転じていることが伝えられているよね。そんな中、2023年6月11日にウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州の南部にある、ブラホダトネと呼ばれている集落を奪還して解放したことをウクライナ軍が発表したぜ。さらにこの集落を解放した部隊の兵士が、集落にあるとされる破壊された建物にウクライナ国旗を掲げる様子を撮影した動画も公開されているね。さて今回はそんなウクライナ軍が反攻開始後、初めて集落を奪還したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナのゼレンスキー大統領が、ウクライナ軍が反転攻勢作戦を開始して進行中であることを10日に明らかにしていたんだけど、それ以降に占領された集落を奪還したことを発表したのは初めてのことで、ゼレンスキー大統領は集落を解放したことについて、反転攻勢作戦において最初に報告された成果であると見ていると述べたよ。またロシアのお雷軍事メディアが、ウクライナ軍が南部ザポリージャ州の集落も奪還した模様であると伝えていて、ロシア軍が強固に構築したとされている防御ラインを突破しつつある可能性が高いと見られているね。ウクライナ軍がドネツク州やザポリージャ州において反転攻勢に出ているのかどうかについては、6月に入ってからロシア軍が盛んにウクライナ軍の攻撃を撃退したとの発表を発信していたことからすでに始まっているとする見方が出ていたな。ロシア国防省ではウクライナ軍による反転攻勢が始まったとして、6月4日にウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南部においてウクライナ軍が攻撃を仕掛けてきたことを主張していて、コナシェンコフ報道官が4日にウクライナ軍がドネツク州の南西部からザポリージャ州北東部のノボダロフカの周辺などにかけて5カ所で攻撃を仕掛け、2個機械化旅団の戦力による大規模な攻撃であったが、現地の防衛を担当していたロシア軍部隊が、前線を突破しようとしたウクライナ軍の機械化歩兵部隊6個大隊と2個戦車大隊に対して損害を与えたとして発表していたんだ。同国防省では、最初の戦闘においてウクライナ兵250人以上を殺害して、戦車を16両破壊したほか、歩兵戦闘車3両、装甲戦闘車両21両を破壊して損失を与えて撃退したと発表したことに続いて、SNS のテレグラムにおいてロシア軍は、ウクライナ軍がドイツなどの北大西洋条約機構 NATO から供与された主力戦車レオパルト8両を含む戦車28両と、フランスから供与された歩兵戦闘車 AMX13 両を含む装甲戦闘車109両を破壊したと主張する内容の投稿を実施して戦果を誇っていたよ。さらに6日になってロシアのショイグ国防相が、過去3日間の戦闘によって、ウクライナ軍がそれまで開始することを公言していた反転攻勢を開始したと見られるが、ロシア軍の反撃によってこれまでにウクライナ軍兵士3715人殺害し、戦車を52両と装甲車両207両を破壊したほか、ウクライナ空軍の戦闘機5機を撃墜したとして、反転攻勢を目論んで攻めてきたウクライナ軍は、大損害を出して目標を達成することができなかったと述べ、自分の損害については我が軍の損害は戦死者71名、負傷者210名と戦車15両の損失であったとして、ロシア軍の損害は軽微で、戦線を維持していることを強調しているぜ。このようにロシア国防省からは毎日のように攻撃を仕掛けてきたウクライナ軍を撃退したとして兵員と装備、特に戦車を破壊した数を中心に大きな数字を公表しており、インターネット上では最前線の兵士が誤認した戦果を鵜呑みにして、それらを精査することもなくただひたすらにカウントして公表していると見られるとして、ロシア軍による大本営発表だと揶揄されるなど、その数字における信憑性が疑われているみたい。完全に馬鹿にされちゃってるね。ドネツク州においては、南部の他にこれまで激戦が展開されていることが伝えられていたバフムート周辺でもウクライナ軍が攻勢を強めているとの情報があり、反転攻勢作戦が開始された可能性はあるものの、バフムートでは、これまで半年以上もの長い間攻撃を継続してきたワグネルの戦闘部隊が撤退して練度が低いロシア正規軍と交代していると見られることから、
それまで同志を守備していたウクライナ軍防衛部隊が予備戦力を補充して攻勢に出た可能性が指摘され、今回ロシア国防省が撃退したとしているドネツク州南部においても、西側から供与された戦車や装甲戦闘車両によって新編成された機械化旅団ではなく、もともとそこに展開されていた部隊が戦線におけるロシア軍の弱点などを調査するための威力偵察のような意味合いの攻撃であった可能性が高いのではないかと見られていたよ。その状況下でロシアのプーチン大統領が9日にウクライナ軍の反転攻勢が始まったと確信できる情報があるとしてそれが開始されたことと、5日間激しい戦闘が続いているが、ウクライナ軍はどこにおいても成果を得られていないと言及したことに対して、ゼレンスキー大統領が10日にキーウを訪問していたカナダのトルドー首相との会談を報告するための共同記者会見において、ウクライナ軍が反転攻勢に着手していることを認めた一方、作戦の進捗状況やどの段階にあるかなど詳細については話すつもりはないとしていたんだ。西側諸国の当局関係ではイギリス国防省もまた、ウクライナ軍がドネツク州などの一部の地域で前進していて、ロシア軍の最初の防衛線を突破したようだとの分析を公表しているな。11日にはウクライナのマヤル国防次官が、ドネツク州で集落2カ所をロシア軍の占領から解放したと SNS に投稿していて、それによるとバフムート方面でウクライナ軍が攻撃を続けており、11日までに250メートル以上前進したほか、南部では2方面で300メートルから1500メートルほど前進したとした上で、ドネツク州内のブラホダトネとマカリウカの2カ所がウクライナ軍の手で奪還されて解放されたと述べたね。ウクライナ軍からも発表があったブラホダトネは、ドネツク州とザポリージャ州との境界に位置する集落で、ロシア軍ではウクライナ軍が反転攻勢を仕掛ける可能性が高いとして最も警戒していた地域にある集落だぜ。奪還作戦に当たったウクライナ軍の部隊が SNS に上げた投稿では、侵略者は最後まで抵抗したが、激しい攻撃に持ちこたえられなかったとされていて、さらにロシア軍兵士6人を捕らえたことも書かれているよね。ドンバス州南部では次第にウクライナ側から集落奪還などの戦果が挙げられて報道されるようになっており、ロシア側からの戦果発表は次第に影を潜めている中で発表されたイギリス国防省からの情報によると、ロシア軍の一部の部隊は堅実な防御によってウクライナ軍の進撃を食い止めているものの、突破された地域の部隊は無秩序に撤退しているとされ、それらの中には味方が設置した地雷原に迷い込んでしまい死傷者を出している部隊もあるというよ。このおよそまともな軍隊がすることとは思えない集隊について確認する証拠はないものの、ロシア軍の士気が低いことはこの侵略戦争が開始された当初から指摘されていたことであり、昨年9月の部分的動員令によって招集された予備役兵士の士気がさらに低いことも明らかとなっている現状において、一度どこかの防衛線が破られて部隊が退却することで、ドミノ倒しのように戦線が崩壊することが指摘されており、昨年8月から9月にかけて北東部のハルキウ州でウクライナ軍が反転攻勢を仕掛けた時のように、戦車も装甲車も弾薬燃料も食料までも放棄して全軍が逃げ去ったような戦死に残る階層が、ロシア軍に再び起こる可能性が高いとの見方が広がり始めているね。また、ロシア軍がドニプロ川のカホフカ水力発電所のダムを破壊したことについて、現地のロシア軍部隊が、ウクライナ軍の反転攻勢が始まったとの情報からパニックとなって実施したとの情報もあることから、すでに本国からの指令が届かない状況に陥っている可能性があるとする見方もあり、1年半近くに及んだこの侵略戦争が大きな転機を迎えようとしているとの声も囁かれ始めているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年5月29日に放送された、日本放送のラジオ番組においてジャーナリストの須田慎一郎氏が、ウクライナ軍の反転攻勢によってクリミア半島を奪還した後、膠着状態となって停戦協議の可能性が出てくると語ったよ。これについてはインターネット上で反論が挙げられている状態だね。
ロシアとウクライナの問題は結構ナイーブだし、下手な憶測で語るのはネット民の餌食になっちゃうよね。そうだね。さて今回はそんなクリミア奪還による停戦の可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まず番組の中で須田氏は、飯田氏のウクライナの反転攻勢がいつになるかとの質問に対して、もう反転攻勢の準備は着々と整えられていて、ウクライナ軍部隊の展開はほぼ公開情報になってしまっている、としているのであるが、これまでにウクライナ軍が反転攻勢を仕掛ける地点を確定した報道は一切出ておらず、すべては軍事専門家などによる推測に過ぎないとの指摘があるんだ。さらに須田氏は今反転攻勢するために、ウクライナサイドは合計で新たに9旅団を編成していると言われていて、そのうちの3分の2である6旅団が迫っている地点は、双方の公開情報でほぼ明らかになっており、あとはタイミングの問題ではないかと語っているんだけど、ウクライナ軍が新編成している反転攻勢用部隊の規模については、大方の欧米メディアが12個旅団4万人から多くとも5万人としているよ。同氏は双方の公開情報がどのような情報であるかについての詳細は一切語っておらず、インターネット上ではまず攻勢を仕掛ける側のウクライナ軍が事前にロシア軍にその地点を知らせるような愚かなことをするはずがない、との指摘があり、部隊の移動情報は軍隊の中でも極秘中の極秘事項であり、日本の軍事専門家でもないジャーナリストでもわかるような情報を発信しているはずがないとの声が上がっているみたいだね。そして須田氏は、ウクライナ軍を見てわかるのは、東部の方はロシア軍の防御体制が盤石なので、南部の方、クリミア奪還に向けた作戦行動が行われる可能性があるとして、あたかも自身の分析の結果であるかのように述べているけど、このことについてもここまでの戦況を知る誰もが普通に考えることであるとする声があり、わざわざラジオ番組で特ダネのように語る内容ではないとの指摘があるんだって。その上で須田氏はウクライナ東部はロシアが抑えて、ウクライナ軍がクリミア奪還となれば、場合によってはゼレンスキー大統領やプーチン大統領がどう判断するかわからないものの、膠着状態に陥って停戦協議という流れになるかもしれないとして、それがある意味での、考えられるベストシナリオではないかと述べたんだ。このことについても反論が多数見られ、一方的に侵略を受けて国土を占領されたウクライナが、2014年に一方的に併合されたクリミア半島を奪還したとして、東部ドンバス地方が占領されたままで停戦に応じることはないだろうとする見方が大勢を占めているよ。確かに東部ドンバス地方のルハンシク州とドネツク州は、2014年のドンバス戦争の原因となったロシア語を話す新ロシア派住民が、ウクライナからの独立を果たそうと結成された武装勢力の存在があり、今回のロシアによる侵略に便乗してそれぞれ、ルガンスク人民共和国とドネツク人民共和国の建国を宣言した上で、ウクライナの支配地域も含めてロシア連邦に併合された形となっているため、仮にウクライナ軍が領州を完全に奪還したとしても、再び火種を抱え込むことになるのは明白だけど、ドンバス地方領州を支配されたまま停戦することで、ロシア側が住民のロシア化を急速に進め、さほど時を経ずしてもはや戻せないほどに実効支配を強化することもまた明らかであるため、ウクライナのゼレンスキー大統領が停戦協議を呼びかけることも応じることもないとの見方がほとんどってわけ。さらに国土のすべてを侵略以前の状態に戻さず東部を占領されたままでは、停戦によって一息ついてボロボロになった地上軍を再編成したロシア軍は、必ず再び侵略を企てるのは、これまでのロシアのやり方を見ていれば明らかであり、そのことを知っているウクライナ側は、国土のすべてを完全に奪還した上で、国境の防備を固めることができない以上は停戦に応じるはずがないんだよね。そして、ロシア側にしてもウクライナ軍がクリミア半島を奪還するということは、そこにつながるヘルソン州及び、ザポリージャ州も奪還されているはずであり、ドンバス地方2州に加えてザポリージャ州と、ヘルソン州も不完全な占領ながら併合を宣言している、ロシアのプーチン大統領が停戦協議を考えるはずもないことは、火を見るよりも明らかとする意見が多く出ていて、
須田氏の楽観視に呆れる声もあるようだね。いずれにしてもウクライナ南部をウクライナ軍が奪還したものの、東部ドンバスの大半がロシアに占領されたままの、停戦か、ウクライナ、ロシア両国どちらにとってもある意味での、考えられるベストシナリオとはならないことは確かだね。その一方でアメリカをはじめとする西側諸国が、ウクライナへの支援疲れから停戦を、ゼレンスキー大統領に進めるのではないかとの見方をする向きもあるよね。もしそのチャンスがあったとしたら、昨年9月に4州の併合宣言が出された時だろうね。しかし、ほぼ同時にウクライナ軍が北東部のハルキウ州において反転攻勢に出て、ロシア軍を大きく敗走させたためにその機会は失われ、西側諸国はウクライナ軍による国土奪還の可能性を感じたことで、疲れかけていた軍事支援について、逆にそれまで提供を拒んでいた新型の戦車や装甲戦闘車両の供与にまで、発展させて増強したことは、ウクライナが国土からロシア軍を駆逐するまで支援する覚悟を決めたことを表しているよ。また、先日開催された G7 広島サミットにおいて、ゼレンスキー大統領が電撃来日して驚かされたことは記憶に新しいんだけど、その際にバイデン大統領がそれまで堅くなに供与を拒んでいた、アメリカ製戦闘機 F-16 ファイティングファルコンを保有する他国が、ウクライナに供与することを認めるとする発言を引き出したばかりか、アメリカは機体の供与はしないがパイロットの訓練には協力するとの発言も出されたんだ。須田氏はこのゼレンスキー大統領の行動は、軍事支援の中心的存在である。G7 諸国の首脳の支援疲れを払拭させるためであり、F-16 の供与はその象徴だったとしているね。しかし、F-16 については G7 以前にオランダやデンマークが供与する動きを見せていたほか、アメリカも他国の供与を容認する姿勢であることが報じられていて、おそらくはリモートでの参加であったとしても、バイデン大統領からは同じ発言が出たと見る向きが多いよ。ゼレンスキー大統領が暗殺の危険を押してまで来日したのは、この G7 にインドやインドネシアなどいわゆる、グローバルサウスと呼ばれる、西側諸国とロシアとの間で、均等の距離を取ろうとしている新興国途上国が参加していたからであるとの見方があるね。グローバルサウスの中でも、世界一の人口を誇るインドの存在は無視することができないほど大きく、ゼレンスキー大統領は特にインドのモディ首相との会談を切望したと見られているね。インドはこれまで旧ソ連製の兵器を中心に装備していたけど、それでも近年は兵器の国産化を目指し、ロシアや欧米諸国の技術を導入して開発を進めているが技術力はまだ低く、2018年4月にタイのチェンマイで開催された兵器の展示会においてニルマラ・シタラマン国防相が、インド軍に必ずインド製を買うよう説得できるとは今は思えないと吐露しているんだ。ただ、このインドの情勢についても須田氏は認識が甘く、インドの兵器の7割はロシア製と語りそのためにロシアとの関係が切れないとしているが、現在のインドは兵器の約6割が輸入でその半分以上が旧ソ連ロシア製の兵器とされ、その他西側諸国の兵器を技術導入のために購入しており、ロシア製兵器は7割もないらしいよ。これらのことから、須田氏の自説に同調する声は少なく、クリミア半島を奪還したとしても、ウクライナ側もロシア側も停戦協議に応じることはなく、この侵略戦争が長期化するとの見方が広がっているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。